前回やった時にすごく評判良くて、作られた方々もぜひやりたい、大先輩であるロジマートさんもこれはぜひやりたい、もちろん僕もこれはぜひぜひやりたいと思っていたの でそういう話が伝わって、今回再演することになったのですごく嬉しいですね。僕が踊る役柄は秀吉、まあ、猿と呼ばれながらも泣かずなら泣かせてみよう、ホトトギスという角を持ったその人物がだん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 成長していって出世していって、最後には天下を取るという、そこまでの内面の変化、人生の波ですね、そこを特に見てもらえたらと思ってます。気合いますね気合いありますよ、うん、それはもう今日はもう朝から頑張ってます。お客さんがだんだん乗ってきてる感じ、これが大切。それぞれのジャンルはやっぱりそこの域を超えずにお互いのやることをしっかりやる、そうした上でやっていくと実にこう調和していくというところが分かって面白かったです。自然に見えるっていうところがすごく大切なので、その時その時の、自分のコンディションとか心の状態とかがあるので、それに合わせて振りも少しずつ変えていくという、まあ、進化していったという、そういう感じがあります。感じられる自分を作る、最高のパフォーマンスをいつもしたい。すぐにタン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 じゃなくて、トン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 トインスピレーションを与えてくださったのは岩田さんなんです。彼がリハーサルしてる風景、それから彼がフリマトさんに振り付けをしてる、今回随分手直ししてるんですよ。その手直ししてる風景、彼の表情を見て、あ、これでいけるかな、そういう感じなんですね。いわゆる信長の暗殺劇なんですけど、信長の暗殺劇の一番の首謀者はひょっとしたら秀吉かもしれないぞと、こういったようなニュアンスが見えたら面白いなと、そういう作りにさせていただきました。蘭子さんも僕の、アデランスかっこいいですって言ってくれて、髪の毛の流れに表情があるっていうか、いや素晴らしいなと思って、鏡に映った自分を見て、やっぱり初心が一番大切だと、いつもその緊張感を忘れずに自分を最後まで自分のできることを最大限にやっていきたいと、うん、そういう気持ちにさせていただきました。まあ、初めからこう違和感全然なかったんですけど、今はそれをつけることによって自分の中身が変わってくるのも分かるし、だけど外見的にもその役に なっていくということを感じさせていただいて、心の高揚をもっともっとこう高くさせていただいていると思っています。日本人って髪の毛が硬いじゃないですか。だから大体日本人のダンサーってこうスプレーでがっちり固めてこう動かないじゃないですか。でもやっぱアデランスだとこう動きに合わせて髪の毛も動くから、プラスアルファその髪型で髪の毛の動きでまたこの役の表現とか変わってくるし、やっぱりすごい素敵だと思います。今回はアデランスさんの協力でこの白髪の頭にしていただいたんで、前回も多分年齢が20ぐらい年取ったように見えるんだと思うんですけど、それによって多分光秀という人とこの道さんという人のこの真ん中に信長を挟んで2つのコントラストがこう明確に出るのではないかなと。でもそれはもうとにかくあの白髪頭のおかげなんです。本番やっていて忘れちゃったんです、つけてるっていうこと。袖に入ってきて、あ、撮りますって、あ、そうだつけてたんだっていうくらいに違和感ないんですね。4ヶ月旅行してきて、はい、蘭子さん随分白髪増えたねって、はい、そういう感じになると思います。いや、分かんなかったです最初。もう本当にだから自分の毛を白に染めちゃったのかな、見ながら、え、でもこの後どうするんだろうとかって思って、でも後で聞いたらアデランスなんだよって言ったら、でもやっぱり生きた髪の毛っていうんですか、うん、すごい素敵だった。У меня не было впечатления, что это парик. У меня было впечатление, что это натуральные волосы.
И Уранка сам был этот, я думал, что это его волосы сначала, что он просто седой стал. И у Ивата-сан мне очень нравится. И натуральный, главное, что это натуральный. Спасибо. Молодец. Адеранс но зомова. 自分に自信が持てる、おしゃれをしている自分に酔いしれる、そのことによって演技にさらに磨きがかかりテンションが上がっていくと、そういうところで感謝しています。